鉄拳6はバンダイナムコゲームスが2007年11月26日に稼働開始した 3D 対戦型格闘ゲームである。鉄拳シリーズの第7作目にあたる。本作は2007年2月16日から17日に開催された青2007アミューズメントエキスポで実機映像が初公開され同年11月26日に 全国のゲームセンターで稼働開始した。翌2008年12月18日にはバージョンアップ版にあたる鉄拳6ブラッドラインリベリオンがリリース。2011年9月13日まで全国のゲームセンターで稼働していた製品は鉄拳 6BR である。店舗によってはその後も稼働している場所がある。両製品ともに プレイステーション3互換基板であるシステム357を採用している。前作、鉄拳5や、鉄拳5ダーク、レスレクションと同様に、アーケード版では専用の IC カード、鉄拳ネット ID カードに、対戦成績等のゲームデータの記録が可能。使用キャラクター、プレイヤー名、勝敗数、G、購入した、カスタマイズアイテムなどが記録される。また、 本作からの新システムとして、以下の4つのシステムが導入された。そして、レオ、ザフィーナ、ミゲル、ボブの4人が新キャラクターとして追加され、さらに、鉄拳 6BR では、ラース、アリサの2人が追加された。これにより、使用可能キャラクター数はシリーズ過去最大となった。既存のキャラクターもかなり手を加えられており、 中には既存技のモーションの変更、性能の変更のみにとどまらず、技自体が削除されて、それに代わる技が追加されたキャラクターもいる。2009年10月29日に PS3 版と Xbox 360版が、翌2010年1月14日に PSP 版が発売された。いずれも、鉄拳六というタイトルで発売されたが、内容はアーケード版。 鉄拳 6BR に準じている。そのため、ラースやアリサも使用可能で、システム面の使用も、鉄拳 6BR に準じている。2015年現在、アーケード版、鉄拳6の家庭用移植版は存在しない。当初は PS3 版の発売のみが告知されていたが、東京ゲームショウ2008の基調講演において、Xbox360 版の発売も、 発表された。プレイステーションシリーズ以外の機種に対応する鉄拳シリーズのソフトが発売されたのは2001年のゲームボーイアドバンス用ソフト、鉄拳アドバンスから約8年振りのことである。全世界での累計出荷本数は2009年10月30日の時点で250万本を突破している。 プラクティスモードで技ヒット時のダメージを見ると通常ヒットで120%になっている。両機種版ともにアーケード版の完全移植が実現している。家庭用では恒例のアーケードバトルモード、サバイバルモード、プラクティスモードといった基本的なプレイモードはすべて抑えている上にインターネットを介してのオンライン対戦も可能である。両機種版共通のオリジナルモードとして シナリオキャンペーンモードが収録されている。これは本作の登場キャラクターを利用したステージクリア型のアクションゲームで各ステージに出現する多数の敵を倒しながらステージを進んでいくというものである。ストーリーは本作の主人公であるラースの目線で進行する。初期状態で使用可能なのは ラースかアリサのいずれかであるが、各ステージのボスを倒すことによって、使用可能キャラクター数が増えていく。インターネットを介しての通信協力プレイも可能。また、前作、鉄拳5や、鉄拳 5DR と同様に、一部のキャラクターには、有名作家人がデザインした、エクストラコスチュームが用意されている。本作では、クランプ、岸本人志、井の股長野守、 大暮れこれヒと、皆川良二、山口高吉らがデザインを手掛けた。なお、Xbox 360版は2017年1月20日に、Xbox One の広報模範機能に対応した。PSP 版は、基本性能の違いなどから、アーケード版を忠実に移植することよりも、作品を可能な限り再現することに重点を置いている。アーケードバトルモード。 ストーリーバトルモード、プラクティスモードといった基本的なプレイモードは抑えつつも末置き基板とはまた違った携帯基板ならではのオリジナルモードを収録している。これに該当する例として PSP の所有者同士で通信対戦が可能なアドホックモードや世界中のアーケードプレイヤーから取得したゴーストデータと半永久的に対戦できるゴーストバトルモード。 CPU キャラクターに攻撃を当てて、ファイトマネーを貯める、ゴールドラッシュモードなどがある。これらは、前作、鉄拳ダークレスレクションからあった要素で、それがそのまま本作に受け継がれる形になった。様々な混乱のあった、ザ・キング・オブ・アイアン・フィスト・トーナメント5だったが、大会主催者、三島二八と、風間一氏の死闘の末、風間一氏の優勝で、大会は幕を閉じた。 三島財閥投手となった、風間人氏は突如、世界に対して、独立と戦線を布告。特殊部隊、鉄拳集を使い、世界に戦いを仕掛けていった。混乱する世界。そんな中、些細ないざこざが、世界規模の戦争に発展。国家は力を失っていった。破竹の勢いの三島財閥であったが、ある時を境に、 そんな三島財閥の対抗勢力として三島十八が権力を握った G 社が顕在化し始める。G 社は各地で三島財閥の討伐を行ってゆく。そんな G 社を世界は英雄としてもてはやし支持するのだった。そして三島財閥党首であり混乱の原因でもある風間人氏に対して G 社は莫大な懸賞金をかけるのであった。一方、 それまで、G 社に対して沈黙していたミシュマ財閥は、待っていたとばかりに、ザ・キング・オブ・アイアン・フィスト・トーナメント6の開催を宣言。今ここに、ザ・キング・オブ・アイアン・フィスト・トーナメント6が開催される。あるものは、名声のため、あるものは復讐のため、あるものは、己の野望を実現するため大会に参加するので、あった。鉄拳録登場キャラクター、CPU 専用キャラクター、 鉄拳 6BR 追加キャラクター高藤類作、鉄ン鉄拳コミックのタイトルで、ウルトラジャンプ2009年10月号、及び、ウルトラジャンプ X2009 年10月から2010年7月更新分にて、連載、単行本、全2巻。アスカを、主人公に、三島財閥の独立宣言から、ザ・キング・オブ・アイアンフィスト・トーナメント6、開催宣言までの間を描く。ありがとうございます。